リアタイお願いします。ギフトありがとう。もう今からとっても楽しみです。そうだから土曜にあの丸鳥さんに出演させていただいて、日曜日は公演になっておりますので、はい、頑張ります。やばい、目が痛すぎる。コンタクトです。もう本当に目が痛い。日曜日楽しみましょう、公演。すごい久しぶり。え、だってなんかその丸鳥さんがあのインスタのストーリーで、前回インスタかインスタの投稿で、あの私が前回そう出た時、あの前回のそうあのね出演した時のあの写真を上げてくださってたんだけど、 そのもう私がめちゃくちゃなんか芋みたいなそう全然違くて、今とめっちゃなんかなんて言うんだ、なんか芋芋本当にうん芋だったわ。そうだからあの本当に いつぶりなんだろうな、1年ぶり1年半ぶり、そう、え、本当に久しぶりなので本当に嬉しいです。うん、めっちゃ懐かしかった。そう、え、見てみて。でも本当に嬉しいです。だからあのちゃんと可愛くテレビ映れるように頑張ります。うん、幼かった。え、そうだよね、いつだろ、いつですか、私前回出演させていただいたのって覚えてるかな、みんな。私は全く覚えてない。でもあの赤の赤あのあれの衣装だったね、コンサートの時に、ときめっせのコンサートの時に着た衣装だったから。そうだから私しそしなでも出てなくて、渡り鳥でも出てないから、めちゃくちゃ久しぶりでとっても嬉しいです。うん、なんか頑張ります、あの爪痕残せるように頑張ってきます。あ、ありがとう、調べてくれた。嘘、2021年10月、1年半ぶりだ。え、本当に2021年2021年10月だって。うん、一昨年だ。はあ、すごい、1年半ぶりです。皆さん、そんな前か、そんな前だと思わなかったわ、びっくり。嬉しい、また呼んでもらえて。うん、びっくりです、嬉しい、わー楽しみ、なんで呼んでいただけたんだろう、めっちゃ楽しみ。うん、頑張ります。あれ、待って待って、嘘かも、2022年4月9日に出た去年出てました。え、じゃあ1年ぶりか、ほぼ1年ぶりです。うわ、そっか、すごいね。あ、そうだ、そう、大西アナがいなかったんだ。なんかめっちゃこっち充血してる、こっちがさやけに痛いんだよね、ほらめっちゃ充血してない、そうだよ、よく覚えてるね。え、なんか目がやばいかも、これなんか実際見たらわかるんだけど、めちゃくちゃ赤い、こっちが白でしょ、ほらこっち真っ赤なんだけど、え、どうしたんだろう、色
って怖いよね。怖い、目がめちゃくちゃ痛い今。急にめっちゃ痛くなって、これ治るかな、心配します。目薬刺したから治るといいな。触らない方がよかった、このままにしとこう。痛い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 、怖い、こんなことあんまなんないからさ、うん、怖い、そして痛い。でもお仕事はメガネ、お仕事はメガネとかできないので、そう、もう絶対にあの何があってもコンタクトつけなきゃだからさ、そうそう、分かった、触らないね、ここ。目がめっちゃ充血してきた、なんでだろう、不思議。しかもこっちだけ、うん、あんまりないんだけどね、こういうこと。なんかあったのかな、うん、しかもコンタクト取った瞬間なんか入った、入っ、でも手はちゃんと洗ってるしな、チクチクチクってお家に帰ってきたら、うん、裸眼はね、生活はできる、家なら、でも外には出れないもう分かんなくなる多分。そう、なんかさ、お家だとさ、こう大体どこに何があるかとか把握してるじゃん。そう、私なんかそんな、なんだろうな、テレビとか見ない限り、こう文字とかもそんな遠い文字見えないし、読まないし、全然あの不自由ないから、家では裸眼でも全然大丈夫なんだけど、そう、でも外には出れないし、お仕事なんて絶対できないから、そうそう、コンタクト取るときに角膜痛み、あ、それだわ絶対。今取ったときにチカッカってなんかなっちゃったのかもしれない、うん、視力は分かんないんだよね。私コンタクトのマイナスの度数、コンタクトの度数はまあ3とか4くらいなんですけど、視力で言うとなんか分かんない。視力で言うとどうなんですか、コンタクトのマイナス3、4、0.1 あるのかな、 0.1 あるのか、うん、そうそう、マイナス 5.5、 あ、結構悪いねそれ。 マイナス 5.5 だとどうなんだろう、お風呂とかも入れなくなっちゃうのか、うん、全然治んないわ、心配。これさ、あさってテレビだからさ、治んないと超やだね。こっちは綺麗なのに、じゃあこっち向いて喋んないと。でも丸鶏の席的にこっちだからまずいっすね、治ってほしい、ちゃんと。でもちゃんとした目薬あるから、それつけよう。超真っ赤になっちゃったんだけど、怖い、これ治るかな、大丈夫、治るって言ってくださいうん、私のこと安心させてうん、冷やしてみる、分かった、冷やしてみます、この後配信終わったら、治るよ、ありがとう治るよね、だよね、ありがとう、明日は治るよね、よし。お、みんなの言葉ってすごいありがたい。1時間もすれば治る、あ、心強いわ早くさ、なんかあれだよね、きっとメイクとかも落としたいな、早く、うん、なんかさ、コスメとかがさ、こう入っちゃうこともあるじゃん、ラメとかが、うん、早くこれをお風呂に入ってもう清潔にしたい顔を
だからもう配信終わったら一目散にお風呂行きます。わかる、寝て起きたらまあ治ってるから、治ってるよね、大丈夫。そう、じゃあ今日は目がいちょっとテロップ出てちょっとしたら終わろうかな。早いんですけど、こんな予想外、こんなにこんなことになっちゃった目が。閲覧注意、ごめんなさい。目がめちゃくちゃ痛いんだよね。そう、ありがとうみんな、こんなハプニングこんなことある、こんななることとかある、めっちゃ痒い今、超痛いし痒い、もううわーって書きたいけどめちゃくちゃ我慢してる、超痒いです今。誰かドクターはいますか、この中に、この中にドクターはいますか。もう急に目が、今コンタクトを取った瞬間目が真っ赤になっちゃって、あのとっても痒いです、はい。めっちょすな、めっちょ、めっちょすな、めっちょ、あって、わかんない分かった、絶対触んない、かゆいけどね。あ、ギフトありがとう、冷やす、そう冷やしてって、あ、チョスって触るなってことなんだ。チャット GPT、 何それ、チャットガッタファン、冷やすの効果あると思う。眼帯ないな眼帯とかさ人生でつけたことないわ、うん、なんかさ、なんか小学生の頃さ眼帯にちょっと憧れるみたいな、なかった時期わかんないんだけど、なんか眼帯つけてる人か、眼帯つけてるのかっこいいみたいなさ時なかった、うん、私それ小学校の頃あった、なんかそう、なんでだろう、なんとなく、なんかさそういう時期なかった、なんか眼帯とか、あとなんかさ松葉杖とか、そう絶対骨折したら、ま、それめちゃくちゃ大変だし痛いのは分かるんだけど、骨折したことないけどね、でもなんか松葉杖とか眼帯とかそういうのなんかちょっとかっこいいみたいな、そうそう、ちょっと憧れてた時はある、あったそう、あ、そう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 、ギプスとかこれそう、めちゃくちゃちょっと憧れがあったんだよね、こんなこと言っていいのかもわかんないけどうん、なんていう、なんかかっこいいみたいな、ちょっと小学校の頃ね、小学校の頃だよ私がそう、そうそうそう、だからちょっとあったかもしれない、眼帯、バツバツで、この何、あと包帯巻くとかさ、めちゃくちゃ懐かしい、うん、15分経ったけど目の様子は、ちょっと待って、わかんない、あ、でも治って
ってきたんじゃない。いや治ってないか、わかんない、もうちょっとやりますなんか、うん、目薬しました、してみました。あ、そう、あとテーピング、そうそうそう、わかるわかる、うん、え、腫れてる、嘘でしょ、やばい、それは超まずい。まあ大丈夫か、うん、そう、テーピングね、そう、うん、そうだよね、髪が入んないようにしてる、憧れありましたわ、うん、やっぱ終わろうかな今日なんか目が心配になってきたちょっと今日は早め、早いんですけどこれで終わりますね、すみません、あのちゃんと目の途中経過は送ります。あ、でこなし会ありがとう、うん、ごめんねこんな早くて、ピカーンまた配信します、ごめん久しぶりのデコ出しで、ピコまたね、じゃあまた配信しますので申し訳ございません、久しぶりのデコ出しを見てくださいまたね、ちょっとお風呂入って目の治療行ってきます、ありがとう。